いどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。滝沢和憲です。さあ本日なんですが、麻雀ファイトクラブで遊んでいこうと思っておりまして、まあ天杯流ですね、天杯流いよいよ実装ということで、まあぶち壊れごてまくりテーマ先行展開も可能と、なっておりましてまあ環境を席巻すると、言われております、今のところは。はい、でまあこのデッキのいいところはもうほんと天杯流の解説動画で死ぬほど喋ってるんで、そっち見ていただいたらわかるかなと思うんですが、まあ簡単に説明すると、パイドラ、チュンドラ、海面、三元素、これらすべて、1枚で相手を殺すことができる、後手ワンキルができる、カードになってまして、1枚ショートが死ぬほど入ってると。で1枚ショートが死ぬほど入ってるにプラスして、手札誘発もありえん量入ってまして、で例えばやつだと禁じられた人しずくとかですね、この辺がありえない量入ってまして、で後手で、まあ、金敵とかライストとか打ったり、先行の展開をこのエフェクトベイラーとか無限抱擁とかウララとかウザギとかディディクロとかワラシとかマグナムートとか無限抱擁で、まあ、弱めて、いくという、そんな感じの、テーマとなっております。でワンキルする方法は、まあ、簡単なんですが、パイドラ、チュンドラあたりを使って7シンクロしてバイデンとドラギンを出すと。でバイデンとドラギンでモンスター蘇生してトランセンド出して、でトランセンドで、相手のバトルフェイス中の効果を一切封じて、で、バイデンとか帰ってきて、でバイデンとなんか、ファドラとかでシンクロしてトランセンドドラギオン、トライデントかトライデントドラギオン出して、まあ、連続攻撃をすると。この太古の2009年のカードなんですけど、これを使っていくという感じのテーマになってますね。でこのデッキのまあ今の環境でにおいてどういう構築をすればいいかって話なんですけど、まあ結構ね、天杯流ってやっぱ環境によってこう構築を変える必要があるんですよね。で今は現状その天杯流ミラーがやっぱかなり起きやすいもう天杯流だらけみたいな感じになるかなと思ったので、手札誘発を天杯流に効く誘発に変えてます、今のところ。まあ手札誘発は天杯流じゃないデッキにも刺さるからね、汎用カードとして丸いから入れてんだけど、例えばまあ DD クローディアルとかワラシ、この辺はテンパイ流の、まあ、バイデントの蘇生とか、あとファドラの蘇生みたいな効果に一応打てるんでね。なんで DD クローとか、屋敷ワラシをまあ採用してるのと、あとこの三元素っていうカードがめちゃくちゃ強いんでね、これ許しちゃうとメインフェーズ1の間なんか効果切れになっちゃうから、これを止めるためにウサギとか入れてたり、まあ、あとは普通に一滴とか、無限ホールとかファン用カードですね。あとガンマ2枚詰めるんで、謎にマスターデルガンマ2枚詰めるんで、まあ普通に結構強いかなっていう感じがしますね。三元素へのなんかウサギとかウララとかをぶち殺せんでガンマで。でもっと手札誘発とかの枠マジで自由枠なんですよ、俺マジで自由枠なんで、なんかメタビとか多いなと思ったら、なんかリブートとかもっとバック除去みたいなカードをいっぱい増やしたらいいと思うし、なんかテンパイルミラーが多いなと思ったらもうちょっとテンパイルに効くなんかウサギちょっと増やしてみたいとか、ディディククローとかワラシとか増やしてみたいとか、まあそういうことをやってくれてもいいと思うし、本当に自分の戦ってる環境に応じてこの辺の自由枠は変えていただければいいのかなというふうに思います。で初動がちょっと足りないなと思ったら、まあテンパイ流のこの元禄増やすなり、今回ドラドラっていうやつも実装されてるんで、まあ、これ入れて初動増やしてもらっても構いませんし、もう自由です構築は。はい、早速やっていきましょう。対局スタートです。さあ始まりました、トーン一曲ドロワー、無限抱擁ですちょっとこれ絶対さ、これあ相手高校取ってきたで、これ絶対テンパリなんですよ相手、これ 100% 100億パーセントテンパリでしょこれ、今この環境で。ちょっとデファイハツ5枚とかいう地獄が来てるんですけど、まあ頑張ります。ピオザイハツで耐えてなんか初動引けら、まあ意外と勝てるっていうデッキなんで、テンパリデッキはパドラ、なるほどファドラ、なるほど。まあ絶対にテンパイ、まあ、とりあえず相手リーチかかりましたねこれね。あ、リーチですねこれ。これリーチですこれ。リーチですねこれ。リーチかかりました。やばいかなこれ。でも DD クローあるんで、これ DD クローは多分結構強いんですよね。相手のバイデントドラギオンの蘇生とか止めれるんで、あとファドラもね止めれるんで、まあ結構意外といけそうな気はするけど、どうなんだろう。ちなみに初動引けたら死ぬんだよ、バドフェイド。チュンドラ。いやまあチュンドラは止めるしかないんだよな、結局チュンドラは止めるしかなくて、どうすんのかなこれ、まあ、流れさあでもチュンドラ止めましょう、チュンドラ止めます、チュンドラは止めます。とりあえずファドラはどうでもいいです、一回チュンドラは止めます。でまあこれ進行消化して逃げるのであれば、まあ別にどっちでもよくて、はい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  OK ですよ。
でチュンドラは無効になりますので、デッキからリクルートは入らないで、ダメ捨てなんで無限雇用をあらかじめ打っとかないと打てなくなっちゃうんでチュンドラなんかダメ捨てでリクルート意味不明なんですよね。これここで無限雇用のタイミングずらしてリクルート入ってくるんでね。でこれ多分バイデンと出してくるんですよ。バイデンドラギョンイグでしょ、バイデンドラギョンと言ってくるんですよ。これでファドラー出てきました。でこれバイデンとこれバトルフェッチだったらシンクロ召喚できるっていう効果、基本的には白髪中全員持ってるんで、テンパイリューがね、いいなこれ。相手がテンパイリューだとこれテンパイリューの解説できるんだ、これ神ゲーだわ。バイデンと対象蘇生するのは誰で、これ多分ファドラなんですよ。でこれうるさいって言って、うるせえって言ってこれ DD クロー打つでしょ。で DD クロウルーセテで出てきて打つ。あこれ裏、まあ、墓穴入ってないと思うけど裏わらしからの方がよかったかもしれないね。わらしから打ってでなんか一応墓穴って言われることほぼないけど言われたら DD クロの方がよかったかもしれないです。すいませんミスりました。プレイング、いやこれ打牌違ったか捨てる牌違ったこれ。今捨てる牌あれだったわ、ちょっと裏目あるなこれ。今わらしだったわ、屋敷わらしの方が今いらなかった。相手のこれからリーチが入ることを想定すると開門しかな通るわけなさそうじゃない。これ無限雇用だよな多分な。まあデッキに入ってる伏せカードって無限雇用しかないんですよ基本的に、多分ほぼ。まあ金敵とかもあるか、金敵もあるな。で一応三元開門開面活動、バトルフェル中に打つと、リクルートしてきた。あすいませんでしたやばい、死ぬ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 。バイデントが生き残ってると2300しかないからこれ誘発守備表示で置くしかなくね、ぶん殴られたら死ぬんだけど。いや初動引かなかったら耐えるんだよな、初動引かなかったら耐える、三元層でも耐える、うららがあるから一応。ちょパイドラ召喚だけほんまにやめて、パイドラ召喚だけマジでやめて本当に、まあ、三元層発動一番やめか、三元層発動するのもやめて、三元層発動パイドラ召喚とかは普通に。パイドラあったら出してるか絶対に、パイドラはなさそう。ただね、ファドラとチュンドラだったから、パイドラとかなくて、まあでも、海面とかは、まあ、素引きであるかもしれないし、三元素だったら、まあ結構やばいんだけど、さあ、何を、発動されるか、なんですが、バトルフェーズ入りました、プランベルジュ君が、よしよしよし、耐えてるぞ、耐えてる、これは。ってことは、相手も初動がないっていうか、逆に言うと、相手の手札は2枚ともこれ手札だな。なるほどな。三元素。いや全ては三元素、全ては三元素、雀荘経営ができるかどうかだからこのゲームは。三元素ワンチャンある、ワンチャンあるぞ、ワンチャンスある、マジでこれ雀荘経営始まるかもしれないこれ、もしかすると三元素発動、いや多分あれ無限包容じゃないかと思うんですけどね。伏せカードはなんかペンドライブスケールのところになんか置いてあるのもなんか無限保養ですみたいな顔してんじゃないですか。まあとりあえずこれパイドラを持ってくることは確定か。いやこれバトルフェーズ入っちゃうとあれなんですよね、無限保養効いちゃうんで、ちょっとバトルフェーズ入んない状態でなんとかしたいんですけど、とりあえずテンパイ流パイドラさんの効果を発動、ハクポンハクポン、え誰に、いや聞かないけど、おいお前テンパイリュー使っていて三元素の効果知らねえのか、てめえ三元素の効果知らねえのかまあまあ初日だからまあしょうがねえか。テンパイ、おいしょしょし、とりあえず貫通できるぞこれ。よっしゃ、だけど謎に打ってくれたぞ、無限法要も謎に。おっとお相手し、これ三元素のテキスト読めない人間か。まあテンパイリューあれかな、初心者の方なのかな、ちょっとわかりませんが、とりあえず三元界面打っていいですか。三元界面の効果を発動、海面の効果によって、まあチュンドロでしかないですねこれ。お前あれも無限法要でしょ、どうしよう、まあ、あれも無限法要なんだよな。でも無限法要だとしてもしょうがないか、もう無限法要食らに行くしかないもんな。チュンドラ持ってくるじゃないですか。でまあ普通にチュンドラ出しますよね。あてか無限法要だとしてたら別にバトルフェーズに海面、まあ、まああんま関係ねえか。でチュンドラ出す、でまあこれバトルフェーズ入りますしかないよな。シンクロしたところでモンスター数足りねえし、もうバトルするしかないですよね。いや多分あれ法要だと思うんだけど、ここで打ってきたらちょっときついか。これシンクロするしかなくなるぞ。さあどうする、打てる、なるほど。テンパイルチュンドラの効果発動、テンパイルチュンドラの効果によってテンパイルファドラを特殊召喚、これちなみにダメージステップなので、ウララ打てません。
で、ちなみに、ファドラがいると戦闘破壊されなくて、パイドラがいると戦闘ダメージがゼロですね。さあ、パイドラでぶん殴る。さあ攻撃回数を稼いでいくぞ。いったチュンドラの効果発動、チュンドラの効果で、シンクロ召喚がしたい。無限雇用じゃないのそれ、何それ。逆にハッカーなとかある、もしかして入ってるのかな、ちょっとわかんないな。あ、通る、なるほど。パイデン、あ、バイデンと出す、はい、でバイデンと特殊召喚、そしてバイデンとの効果を発動。バイデンとにバイデンとが対峙しているぞバイデントとバイデントが対峙している。あ、無限法よ、なるほど、なるほど。じゃあシンクロ、無限法よのなんか打ち方そこなのかな、ちょっと分かんねえけど。まあでもそこしかないのかな、ちょっと分かんないな。蘇生する、蘇生する、シンクロする。 あんまどこに打たれてもいけんのかなこれで。ファドラの効果発動します。あ、バロネス出しててくさで、トランセンドドラギオン出します。トランセンドドラギオンさんちなみにいると、あの相手バトルフェイジ効果発動できないんで、もう何もできないです。相手でファドラ特殊感、あとはファイドラ特殊感で、ぶん殴ります。はい、あ、なんか3回くらい攻撃したんで、なんか墓地からバイト乗ってますはい、こんにちは。え、これリーチかかったでしょ、これリーチだわ。カード破壊しますか。あー、一応破壊して6点立てにしてもいいな。破壊して6点立てにしてしまってもいい、まあ、どっちでもいい。今破壊しても今破壊しなくてもどっちでもいい。トランスラーズの動作破壊できるし、そして、杯みじる三元層の効果を発動。うおー、6点立てっていうこともできるし、まあ、トライデント出しに行ってもいいですね、これ普通に。まあ、しなくても勝てるんですけど、ぶん殴って、で、ぶん殴って効果発動。うお36000 晴れマンだ、晴れマンだわこれ、晴れマン。うお36000、対戦ありがとうございました。杯水の破壊してせんくても、最後のトライデントで破壊してもらった。なるほどね、まあ割と手札は強い方なんじゃない。ウサギ G エフェクトベーラー金敵、まあまあまあ、でチュンドラでしょ。いや勝ったろ勝ったろ、これダブリだ、ダブリダブリ入るわ、これダブリ。サモンロータスだと、サモンロータスだ、デモンロータスか、これエフェクトベラ打つか。いやこれちょっと待って、これあれ、もう2枚しかないから意外とあれ貫通されることないでしょ多分。あ、はかなか、じゃあまあ G 打ちます。うららやめてる、マジで。それでうららはマジで本当に効いてない。ちなみにこれウサギもあるんで、あれにも姿勢の買い物にも強いですからね、結構。はい、一体でアルミラージ買い物って言われて、サモンロータス、デモンロータス蘇生って言われる効果にウサギ打てるんで、割と結構強いんですよこれ。結構ユベルに対しても、まあ結構永続魔法とかフィールド魔法が強いテーマにはウサギはまあ結構強いという話がありまして、で一応エフェクトベーラーは無効になってしまったので、まあデモンロータスは出せますよと。で効果発動する、まあユベル特集、はい。あ、ウララ強いね、ウララ打っちゃうこれウララ打っちゃうか。ちょっとナイトメアペインマジちょっとめんどくせえんだよな、ナイトメアペインめんどくせえな。ちょウラ多分大丈夫じゃん、多分大丈夫。これでナイトメアペイン持ってくさせなければ、これファントムオブユベルが出てくるだけなんですよ多分これほぼ。ってことはこれ金敵をかまして、金敵かまして、あ、でも裏があれか、ファン、あ、でもまあまあ、まあ、ナイトメアペインはね、ちょっと持ってこられるとめんどくさいんで、これでいいでしょう。でまあもう一枚ドロー入る、オッケー。金敵であいつ黙らせて、チュンドラ召喚で勝ちだな見えた、すべて。で一枚伏せある、なるほど。まあハカラマスタスとかじゃないんで、多分無限保養ですね。でパイドラ来ました、パイドラ来ました、パイドラ来ちゃったか、強いな、パイドラ強くね、ポン第3ゲーム目指してます。あ、法要ね、はいはい、これ法要で止められていくと。なるほどですね、理解しました。そうしたらば、チュンドラの効果をワンチャン止められてしまうとダメなので、一旦金敵をぶちかますしかねえか。金敵ぶちかまして、ユベル黙らせて、でこいつリリースしたそうだもんね、だから金敵では無効にできないから、出したいから、金敵打つでしょ、
で金的でもうなんかウサギとかいらねえか、ウサギ捨ててでちょっと待って、お前黙れ、お前一回黙れ、はい一回黙らしてて、でチュンドラ特殊召喚、さあチュンドラ特殊召喚来たよ、チュンドラ特殊召喚来たよ、これいい入る、これチュンポンできる、チュンポンハクポンチュンポン、あーそれは無効、それは無効なのであんま関係なくて G か、なるほど、はい理解、いいでしょう、 G はいいでしょう、まあ、G はもうなんか突っ張るしかないんで、このデッキ G なんか打たれようもんならもう突っ張る以外何もいけんで、はい、でチュンドラからの バトルリーチリーチリーチ、これはここつかないで、ダメ捨てチュンドラ効果、なんかあんだこれ、あーだーにーだーにーだーにー、マジうざ、激闘すぎて草なんだけど、これちょっと待ってくれよ、どうすんだか何もできねえぞ、マジかよ、おそれはあれか、だからリリースしてモンスター消してガンマをあの引いた時のためにってこと、うまくない遊戯王、遊戯王うまない、ちょっと待ってこれエンドスしかないか、じゃあえなんかやばい負けそう、でも言うて相手も初動引かないと無理だからな、 G 通るだろうし多分、えこれでさ普通にさ何将来神召喚してからさ増字って打ったらさ、なんか裏のとかやめてね、さすがにさすがにそれは意味わかんないから、えっていうか割れてるっけ、金剣か、やべ、ちょっとワンチャン初動引き方はまずい、いきなりファントムは出てこないと思うんだよね、でもこれリベルがいないから、で、まあ、これは多分そんなに、まあ、あの初動に増字をどうやってかませばいいかみたいな話があって、で原始生命体ニビル、スピリット、ウララスピリット、ナイトメアペイン、エフェクトベーラー、まあ、あんまなんかどれでもなんかそれだけでは初動にならないな、ナイトメアペイン持ってきて闇属性だったら破壊して初動になるとかそういう話か、あのなんか手札1枚多分誘発とかだと思うんだよね、違うかな、あれは何ですか、あの1枚はドロー、まあ理由であれかドロー入ってるからわからないのか、 X のカードだなこれ、はいセット、なるほど三元素最強ガード来た、最強ガード来た、最強ガード来たぞ、最強ガード来たぞ、来たぞこれ、おらおらボッケ、いや無限法要かな、無限法要だったらなんか買ってる説あるな、これ1個、杯みちる三元素の効果発動します、杯みちる三元素の効果を発動しまして、まあ、元禄持ってきて元禄特殊して、で元禄の効果使ってファドラで、ファドラ効果でチュンドラでいいんじゃないかな、でレベル変化させます、一応変化させるか、で元禄効果発動します、でうーわ最悪、うーわ最悪マジ、いやーでもハカーナだ、えでもさこれハカーナでもさ結局あれだよね、一応考えたんだけど、ハカラでもさ、なんかチュンドラ持ってきたところで結局ハカラ食らうよな。どっちにしても。なんかどっちにしても食らうんだけど、俺。スプリットオブイベル手札だから、これ殴ったら出てくんだよな。ちょっとなんとかしてもらって。よし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 。あ、じゃあ事故ってるぞ。今行くしかねえ。ちなみに、三元素が残ってる場合、俺は毎ターン三元素の効果発動できる。まあどれでもいいんですけど、まあそうですね、ファドラで DD クローぶん投げる、でファドラ召喚効果発動で、チュンドラ、はいこんにちは、うんちょっす、ちょっと一応スピリットオブイベルいて、スピリットオブイベルバトルフェイ中出てきちゃうんで、スピリットオブイベルをバトルフェイクで出させないために、バイデンとドラギオンちゃんを出します、まずでバイデンとドラギオンパイセン出して、でバイデンとドラギオン入場効果発動、これどっちもいいな、これチュンドラでチュンドラバトル、入るバトルフェイズで蘇る、はいはい、でこうするで、はいでこんにちはってでトランセラ出す、おるー
お前バトルフェーズ効果発動できないからよろしくな、バトルフェーズ。おい効果発動。チュンドラ君はダメージステップ開始時にモンスターを特殊召喚することができる。いっけで、パイドラ効果発動。はい、こんにちは。あ、これ全員アンティギアなんで今実質。あ、なんか蘇生できるわ、バイドラの蘇生しよう。人何人死んでんだろこれ。なんか3人くらい生きる取れそう。3人くらいの人間が死にそうです。はい、なんかわかんない、これサーチして出してみますか。はいはい、もう突破します。こんにちは。はい、うわー、スロー。第3ゲーム16000は16300オール対戦ありました。これ2ビルいらねえかな、天敗環境で2ビル刺さんないんだよね、天敗竜がそもそも5回も特殊がしねえから。で、5回の特殊がなんか捨てるときは3ケース貼られてるし、なんかあんまり2ビル刺さんない気がし、何これ、おふざけんのお前、おふざけんのお前、なんだこのデッキ、おふざけんなお前。お前、あ、それはね、それはそうでしょ、それはそうでしょ、なんだこいつ、いいよこいつ、カップオブエース3連打されたぞ、何が起きてんだこれ。ナリキンゴブリン、もうまともなデッキではないことだけはわかるわ、まともなデッキではないということだけしかわからない、逆に言うとね。戦闘起動エンゲージ、なんだこれ、カップオブエース入っていてエンゲージも入っているだと。貴様なかなかやるな、これぶん回してくるやつだな。デッキ魔法カードをとりあえず連打したいということだけ分かった。フォーネットビット、やべ、これかがり開始されて、うわちょっと最悪、これあでも、ね、言うて特殊召喚してもらった方がいいか、2ビルの回数を稼げる、これ2ビル打てるんですか、分かんないですけど、かがり、はい、いやワンチャン打てるか。でこれなんかめっちゃぶん回してくる方だったら打てるな、普通に2ビルが刺さる可能性あるぞ。マグナムートはなんか刺さんなそうな気がするな。エンゲージ、はい、まあ、戦闘機デッキでは多分ないと思うんだけど、カップオブエース入ってる戦闘機デッキって何言ってないかね。ウィドウワンか、はい、まあ、多分戦闘機はこれエンゲージ出張してるパターンじゃなんじゃないかと俺は予想してるんだけど、違うかな。うわ出た、ポップアップ切った、これやばいかもしんない、これいや、もしかしてこれ、いや待って、これ あれこれ相手、これ役番狙ってない、いやこれ相手の採用カード的にこれ相手役番狙ってる可能性出てきたんだけど、これ大丈夫、これ俺麻雀ファイトクラブはやって、しに来たわけじゃないんだけど、マスターデュエル、一応遊戯王マスターデュエルやってんだけど、麻雀ファイトクラブ しに来たわけじゃないんだよ。いや絶対そうじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、これ絶対、いやボーリューのストレイン入ってるデッキ、それ以外俺知らないんだけど、やばい、ちょっとやばいことしようとしてる、やばいことしようとしてる、ナリキンゴブリンなんか宣言してる、ナリキンゴブリン発動したらなんか500ライフなんかになりますみたいな話でしょこれ。いやもう残りライフ500になったやん相手、それ何、その伏せカード、その伏せカード何、やめて、やめろー。ユイソじゃねえか、マージャンファイトクラブってそういうことじゃないから、箱ラスです。